グラフトネットワークの4回目になります。コメントスクリーンについて今チャットの方にありましたので、またご活用ください。で、Google Classroom の方にね、コメントスクリーンを貼っておくようにしましたので、そちらからでもアクセスできますので、よろしくお願いします。はい。でですね、今回マッチングの話なんですけども、このオンデマンド、すみません。オンデマンド動画でも言ってるように、今回はそのマッチングツールっていう話なんですけども、次回はそのマッチングを使ったモデル化の話になります。で、こんな形でその一つの概念に対して、その後、初めにツールの話をして、その後にモデル化の話が続くという形になっていきます。はい。で、それでですね、コメントの方をご紹介するんですけども、あんまりコメントが出ていないので、皆さん動画を見た場合には、ぜひ何でもいいので、コメント出してください。で、ですね、ちょっと今日は、この補足するのは1個だけなんですけども、こちらのコメントがありまして、頂点被覆、特に最小頂点被覆について、選んだ頂点集合が最小頂点被覆であることを述べる際、図に書き込んだ頂点部分集合は最小頂点被覆の定義を満たしているので、これは最小頂点被覆と言い切ってしまっていいのでしょうか。定義がそうなんだから、それでよしとは思うものの、それで説明になっているか自信がないです。また、複雑なグラフになるほど、数え落としなどのミスも考えられるため、プロセスが危険だと思いました。おっしゃる通りで、どのようにしてその定義に書かれている、条件をですね、満たしているのかっていうふうに考えるのと、その確認をするっていうことは結局何なのかってことが、問題なわけです。で、特に、この下にちょっと書いたんですけど、確認することっていうのが何なのかってことと、もう一つは、証拠っていう考え方を、このマッチングのところではですね、まず身につけてほしいと思うので、で、その部分は、詳しく述べようとあんまりしなかった部分でもあるので、ちょっとこの部分を補足しようと思います。はい。で、頂点被覆のことを話に出してもらっていたので、頂点被覆の、復習をもう一度しますと、これですね。で、向こうグラフがありまして、頂点被覆っていうのは頂点部分集合 C で、G のどの辺も C のある頂点、C の頂点に接続しているものですね。だから、左のような選び方、頂点部分集合が頂点被覆ですということになっています。で、この定義に基づいて、そのある頂点部分集合 C というものが、実際に頂点被覆なのかということを確認するということを考えるかということを今から、この後やっていこうと思います。で、最小頂点被覆っていうのは何かっていうこともちょっと復習しますと、最小頂点被覆っていうのは、直感的に言うと要素数が一番小さな頂点被覆なんですけども、ちゃんと定義しようとこうなると。最小頂点被覆とは、まずそもそも頂点被覆である必要があります。頂点被覆で、任意の頂点被覆 C プライムに対して、その要素数を見ると、 C の要素数が C プライムの要素数以下であるという条件を満たすものということですね。で、これもその C というものが最小頂点被覆であるということをどのように確認することができるのかということをちょっと考えていきたいということになるわけです。で、だから今考えたいことは何かというと、確認法ということになります。これから。確認法ということになります。確認法。だから今、G っていう向こうグラフが、あるときに C という頂点部分集合が G の、まずじゃ頂点被覆であることを確認したいと。このことを考えるわけですね。で、ここでちょっとやっぱり注目してほしいのは、確認したいっていうのは、人間が確認するとか、我々が確認するとか、あなたが確認するとか、私が確認するとか、そういう形のものなわけです。で、そういうものを
なんて言うんだろうな、割とそのなんか客観的に議論したいんですね。つまりその確認する方法が簡単なのか難しいのかってことを割と言いたいわけです。で、そうすると、これ確認するっていうのは何かをこうするわけですから、その確認するという方法をもう少しなんか形式的に言わないといけないわけですね。で、そうすると、この確認するっていうこと、まあこれはそのあることをするわけなんで、これはまあ行為なんですけども、まあ、行為っていうのは、まあ、形式的に言えばこれアルゴリズムなわけです。イコールと書いていけないな。イコールと書くと、これは誤解を生むので、和と書きますね。ただその確認するっていう行為は、まあ、アルゴリズムだとまあ捉えられるわけです。で、だから例えば、まあ、ちょっと今例書きますね。あ、ちょっとこれはちょっと。2、3、4。今、こういうグラフがあったとして、これが G だと思います。で、まあ、C として、例えば、1、3という、集合があったとすると。で、この C が、この G の頂点比であることを確認したいと思ったら、その確認するというアルゴリズムを考えてもらいます。だから、入力は G と C なんですね。G と C を入力として、C が G の頂点被覆で、あることを確認するアルゴリズムっていうのを、リズムっていうのをちょっと考えてあげたわけです。ちょっと待って、これは過去問じゃないですね。これを考えたいわけです。で、そうするとですね、この G が、あ、C が G の頂点被覆であるということの定義に基づいて、そのアルゴリズムというのを、まあ、具体的に書くことができます。で、まあ、以下は、そのなんだろうな。疑似コードですね。疑似コードで書くことになるんですけども、どんな感じになるかというと、そのアルゴリズムっていうのは、例えば、その、任意の変 p に対して、e の端点に c、ちょっと2というとして C に属するものがないならば、のを出力。あ、まあ、これ、if 文だと思ってください。あ、if っぽく書いた方がよかったですかね。if っぽく書こうかな。じゃ if っぽく書くと。if っぽく書くためにちょっとずらす必要があるんで、ちょっと。if e の端点として c に属するものがないならば、no を出力して、そうじゃなかったら何もしないんですけども、で、最終的に、この、任意の変 e を見終わったら最終的に、no を出力しないんだったら最終的に yes を出力。まあ、こういう感じですね。まあ、こういう感じでそのアルゴリズムを書けるわけです。ここまでいいですか？このループがここで終わってるわけですね。ですか？で、まあ、このアルゴリズムを、じゃあ実際これ走らせてみると、まあ、これに対してですね、C が1の場合走らせてみると、まあ、任意の辺を見ていくんで、じゃあその辺にも、名前付けると ABCD となりますね。じゃあ今このアルゴリズム走らせてみると、じゃあ A に対してどうなるかっていうと、A の端点である1が C に入っているので、脳は出力しないと。
だから、ここの条件満たさない、満たさないわけですね。じゃあ、B に対してはどうかっていうと、B に対しても1っていうのが B の単位なんだけども、それが C に入っているので、まあ、これも、この条件満たさないと、となります。じゃあ、C 見ると、C に対して見ると、この場合3が C に入ってますから、その、ラージ C とスモール C、同じですね、すいません。この C という辺に対しては3がラージ C に入ってますから、この場合もこの条件を満たさないと、となります。じゃあ D に対して次見てみると、今度は、3も4も、あ、違う違う違う。3が、そうですね、3が C に入ってますから、3が C に入ってますから、やっぱこの場合も条件を満たさないと。ということで、最終的にこの場合は、イエスを出力すると。ということになるわけです。1、3というのは、この C ですね。なんだっけ、頂点被覆であるということになるわけです。ですか？脳の場合の例もやりますか？いいですか？じゃあ、やらないことにしますね。はい。って感じになります。で、ちょっとここで、もう一つ言いたいのは何かっていうと、この確認が簡単かどうかっていうことをちょっと考えたいですね。確認が簡単に行えるか。っていうことを問うんですけども、そう、今、確認っていうのは、上で言ったみたいにアルゴリズムだっていうふうに、まあ、形式化したわけです。モデル化したわけです。で、そうすると、この簡単にってことも、ちょっとモデル化する必要があるわけですね。で、まあ、普通ですけども、普通は、この簡単にっていうのは、だいたい多項式時間でっていう形で、モデル化されます。確認はアルゴリズムとしてモデル化されて、簡単にできるかどうかということは、その多項式時間でできれば簡単であるというふうに見なすということになるわけですね。そうすると、じゃあこれ、今ここに書かれているアルゴリズムの計算量はどんなもんでしょうっていうのを、まあ、考えたいわけです。考えたいわけですね。で、ちょっと今後のこともあるので、N といったら、この頂点数。M といったら辺の数を表すとしますね。そうすると、ここに書かれているこのアルゴリズムの計算量はどんなもんかと言われると、各辺に対してその辺の単点が C に属すか属さないかということを、まあ、確認しているわけです。だから、この反復は、辺の数の回数だけ反復が行われると思ってください。辺の数の回数分だけ何か反復が行われるので、で、その各反復において、この確認を行うわけですね。E の単点として C に属するものがないか、あるかないか。で、E の単点っていうのは2つあります。で、その2つに対して、その1つ1つが、この C という集合に含まれるかどうかってことを、まあ、判断するわけです。で、これは、まあ、いろんな方法があるかもしれませんけども、まあ、この C っていうこの集合はですね、まあ、なんかリストというか、で、まあ、リストで与えられているとすると、このリストを順番にですね、まあ、左から順番に見ていって、この E の単点っていうのが含まれているかどうかってことを、まあ、判定することになります。で、そうすると、この C の要素数分だけ、この属するか属さないかっていうことの判定に時間がかかることになります。まあ、そうすると、大体、まあ、このアルゴリズムの計算量は、まあ、オーダーで書くと、辺の数かける C の要素数なんですけども、まあ、C の要素数は、たかだか頂点数なので、まあ、M かける M。時間のオーダーで、まあ、上から押さえられるってことになると思うんですけど、これはいいですか？どうでしょう？よさそう？はい、ありがとうございます。で、そうすると、これは多項式なんですね。多項式。時間だから、まあ、その簡単にこの確認が行えますってことが分かるということになります。ですか？だから、なんだろうな。だから、確認は簡単にできるということを今、どのように形式化するかということを話しました。
で、おそらく、その先ほどのコメントの意図としては、例えばですね、その、まあ、レポートであるとか、あるいは、まあ、試験とかですね、そういうところで、これが頂点起伏であるってことを、言うために、こういうその、どのように、その、レポートとか、その答案に書けばいいのかってことを聞いてるんだと思うんですけども、私の、その、それに対する回答は何かっていうと、簡単に行えることについては、頂点起伏であるっていうふうに、その定義に基づいて確認するっていうことが実際にできれば、確認したっていう事実だけを書いてもらえばいいと思います。はい。まあ、実際にそれが確認できるので、この定義に基づいて確認をすれば、多項式時間で簡単にできるので、その、なんだっけ、確認したという事実だけ書いてもらえばいいと思います。で、問題はですね、今これ頂点起伏だっていう方を今やったんですけども、最初頂点起伏であるっていう方も実際やってみたいなというふうに思うわけですね。で、ちょっとそれは次のページになるんですけども、じゃあ今、なんだっけ、色を変えたいんですけど、色を変える方法が、ですね、じゃあ今、同じように、1、2がどこだったか、こちらにですね、1、2、3、4というグラフ G があって、で、C が1、3。だときに、C が G の頂点起伏、あ、それ最小頂点起伏であることを確認したい。します。そうすると、また先ほどと同じように、その確認するっていう簡単な方法があればいいわけです。簡単な方法があればいいわけです。だからそういうアルゴリズムを、まあ、作りたいわけですね。で、じゃあまずですね、その定義に基づいて、この最小頂点起伏であることの確認法っていうのをやろうと思うとどうなるかっていうと、じゃあ定義をもう一回見てみましょう。で、こうなりますね。そうすると、まずこれは頂点起伏である必要があります。で、さらに任意の頂点起伏 C プライムについてこれを満たすものという形になるので、それをじゃあ、素直に、アルゴリズムに、として書いてみるとどうなるかっていうと、まず、はじめに、G が、あ、違う、C が、C が、G の頂点起伏であることを確認します。C が書けなかった。C。あることを確認します。で、これは先ほどの方法で簡単に確認できるので、まあ、これは簡単にできるということは今分かっているわけです。で、それができて、その1の答えが、あ、これはちょっと2にしないで。で、ここで場合分けがあって、NO ならば、このアルゴリズムの出力も NO と。最初、頂点起伏ですかっていう問いに関する答えも NO になります。もともとこれ頂点起伏じゃないから。で、Yes だったら、次に進みます。どうするかっていうと、先ほどの定義に基づくと、この G の任意の頂点起伏に対して、要素数を比べるわけです。だから、それを書くわけですね。任意の、ちょっと任意の場所が悪いから。G の任意の頂点起伏 C プライムに対して、次をやるんですけども、もし C プライムの要素数がそもそも C よりも小さかったら、この時点で先ほどの条件満たしませんから、NO を出力します。いいですか？で、その任意の頂点起伏に対して、ここに書いてある条件、あ、えっと、どの、ですね、どの頂点起伏 C プライムに対しても、ここに書いてある条件を満たさない場合には C が最小頂点起伏であるということになるので、で、だから、この、どの C プライムに対しても、この条件を満たさない場合には、最終的に3番に行って、Yes を出力して終わります。いいですか？
今、ここに書いているのは正しいアルゴリズムですね。これによって、この C というのは最小頂点 F であるかどうかということが確認できます。で、1番のところは先ほどのアルゴリズムの通りにやればよいということになります。で、問題はですね、2番ですね。ここにはどうやってやればいいかわかんないんで、で、ここは任意の頂点被覆 C プライムを考える必要があるので、C プライムの候補っていうのを全部上げる必要があります。つまり、この G の頂点被覆っていうのをすべて、ここに C として、C プライムとして持ってくる必要があるわけです。じゃあ、すべて上げてほしいんですけども、一つずつでいいんで、なんか、上げてもらえますか？ちょっとコメントスクリーンで上げてもらえますか？これは頂点被覆だというもの。23。そうですね。じゃあ他には。まあ、これさっきこの13だけだ。これは13が頂点被覆って言ってるので、これが13の頂点被覆ですね。他には、どうでしょう。もうないと言えば、じゃあないと言ってください。今で出たけど、なんか表示されなかったかな。あ、いましたね。13、すみません。今、13は書いて、他にありますかということですね。どうでしょうね。実はまだあるんですけども、実はというか、1234、そうですね。1234、これも、頂点比ですね。123、123もそうですね。24はですね、24は違うんですね。24書きますけども。24は、こことここなんですけども、そうすると、この1と3を結ぶ辺の端点が選ばれてないので、24が違いますね。残念ながら。でも、そういう例を挙げてもらうと分かりやすいです。234もそうですね。はい。他にあるかな。あと1個あるかな。134、そうですね。134。で、多分これで全部だと思います。はい。ありがとうございます。で、このすべてに対して、このテスト、これだ。この要素数を比べるというテストを行うわけです。はい。で、まあ、この場合は、124。124ありましたね。すいません。124ありました、ね。私は今嘘をついた。まだあった。すいません。124はそうですね。124そうですね。すいませんでした。なんか、だんだんなんか見落としがあることを、大丈夫かな。なんかだんだん不安になってきましたけども、まあ、もしまだあったら教えてください。はい。で、ないと信じてますけども、で、この条件を確認します。で、この場合は、どの C プライム候補についても、この、条件満たしませんので、最終的には Yes と出力という形で、このアルゴリズムは終わります。停止します。で、問題はな、で、だからこれは新しいアルゴリズムなんですけども、何を議論したいかっていうと、この、判定というか、この確認が簡単に行えているかどうか。確認は簡単か。でですね、ステップ1ですね。この部分は先ほどのその前のページであった頂点比覆であることの確認をしているわけなので、だけなので、まあ、ここは簡単ですね。で、問題はこれ2番で、なんで何が問題かっていうと、この任意の頂点比覆 C プライムに対してってあるので、この頂点比覆の総数分だけここは反復を行うわけです。で、頂点比覆の総数っていうのは非常に大きくなる可能性があるわけです。可能性があります。で、可能性があって、で、まあ、このグラフですね。今、左に書いてある。このグラフに対しては、まあ、ここに書かれているものが全部であるというふうに、ちょっと今、
想定したんですけども、そうすると、1、2、3、4、5、6、7個です。7個。このグラフには、頂点起伏があるということになるんですけども、まあ、この7っていう数字はこれ定数なので、この7っていう数字が多項式なのか多項式じゃないのかっていうふうに議論することはこれできません。だから、そういうことを議論しようと思うときには、なんかその、頂点数を増やしていったときに、この、グラフの頂点起伏の総数っていうのが、どれぐらい、どのようなこの増加率を持って増えていく、可能性があるのかっていうことを考えなくちゃいけません。で、ちょっとそれをやりたいですね、次に。で、例えばですね、まあ、どんなグラフでもいいとかって言うといけないんですけども、で、例えばですね、1、2、3、4。こういうグラフがあるとします。まあ、これ G だとしますね。このグラフの、じゃあまた頂点起伏を、全部上げてほしいんですけども、じゃあまた先ほど同じように、ちょっと一つずつ皆さん上げてもらえますか。で、またなんか間違えそうなんですけども、私が。1、3。はい、そうですね、1、3。で、頂点起伏ですね。他には。1、4。はい。他にもありますね。お、バンバン上げていってもらっていいですか。2、3、2をたくさん来ましたね。いいですね。はい。まだあります。またありますとか言って、また間違えたら嫌なんですけども、1、2、3、そうですね、1、2、3。はい。1、2、4。はい、そうですね。1、2、3、4。はい。2、3、4。はい。ここかな、そうですね、1、3、4。はい。これで全てかな。なんか、これで全てだと思うんですけども、なんか、先ほどのことを考えるとまた間違ってる気がして。他にありますか？他にないと思うんですけども、まあ、こんな感じですね。で、これは何個かというと、1、2、3、4、5、6、7、8、9個ですね。9個。9個。ありますね。じゃあですね、同じような感じで、じゃあここにちょっともっとたくさん増やして、5、6、7、8、点点点。n マイナス 1n。n は偶数。ちょっといきなり一般化してるかもしれませんけど。さあ、このグラフ。これ今 G だとして、さあ、このグラフには何個頂点起伏があるでしょうと言われると、これ突然難しいかもしれませんけど。これ突然やりすぎですね。ちょっと突然やりすぎだと思うんで、じゃあ5、6だけでいきます。最終的にこれやりたいんですけども、とりあえずじゃあ、6まで、ここまでしましょうか。この場合何個あるでしょうと言われると、これがパッと計算できると、なんかすごいですね。なんかパターンがわかると、パターンも何もないですよね。パターンも何、この9個だけ見て、何のパターンなんだって言われるかもしれませんけども、じゃあ、このグラフに、このグラフの、頂点起伏をじゃあ、また上げていってください。これ終わんないかもしれないけど、このグラフの6個の頂点から、このグラフの頂点起伏をまた1個ずつ上げていってください。1、3、5。あ、1、3、5ありますね。はい。1、3、5。136、はい、136。これたくさんどんどん上げていかないとちょっと終わらないかもしれないんで、ちょっとお願いします。246、はい、246ですね。235。236、はい。245、245、そうですね。なんか、一度書いたものを二度書くという、なんかヘマをやってしまうかもしれませんけども、気にせずに上げていってください。1246、1246、そうですね、1246。1235、145、1235、145、146、すみません、145、146、はい。
1245、1245、1245、はい。1236、1236。1234、1234いいですね。1234。じゃここら辺でですね、この個数分かった人いますか？この G がいくつ？なんだっけ？頂点被覆を持つか？ 27。ですね。ですね。だって。これ正しいと思うんですけども、なんで27だと思ったかって、ちょっと理由って説明してもらったりできます？簡単に。3の形状。3の形状、K は何でしょう？あ、3の2分の6乗。そうですね。3の2分の6乗なんですけども。じゃ、だから、これ、9の時には、これは3の2分の4乗なんですよね、これね。で、こっちは3の2分の6乗。だから気分としては、気分じゃなくて、ちゃんと説明すると、ここのその2分の6とか2分の4っていうのは、ここに書いてあるこの辺の数なんですよね。で、これ、1つの辺、1、2とか、3、4とか、5、6っていう部分を見ると、1つの辺に対しては、そうですね、今、コメントで流してもらってる通りなんですけども、それちょっと繰り返すと、例えばこの5、6っていう部分を見ると、この5、6っていうところから選ぶパターンは、5だけ選ぶか、6だけ選ぶか、5、6を選ぶかの、3パターンあります。で、この3パターンのうちのどれかを選ぶ必要があります。で、それが、この3つの、この場合ですね、辺に対して、独立というか、別々に行われるわけです。1つの辺に対して3通りあって、それが辺の数分だけ独立にあるので、3の辺の数乗になります。だから、n-1、n っていうここまである場合には、最終的にこれは、3の、2分の n 乗になります。これ、だから、だいたい、これ、だいたいじゃなくて、これはイコール、ルート3の n 乗ですから、ルート3って何でしたっけ？ルート3っていうのは1.73ぐらい。まあ、こんな感じなわけですね。だから何が言いたいかというと、こういうグラフを考えると、頂点被覆の総数が、指数関数的になることがある。そういうことです。つまり、先ほどのアルゴリズム、ちょっと前に戻りますけども、ここに書いてあるアルゴリズム、これは多項式時間アルゴリズムではないです。いいですか？これを理解するのは割と重要で、なんでかというと、そもそも、この反復回数が多項式で収まらない場合があるからです。場合があるからです。だから、その最悪の場合のことを言ってますから、なんとか時間、アルゴリズムっていうときには。その最悪の場合に、反復回数が多項式で収まらない場合があるわけです。いいですか？はい。だから、この C13 っていうこの集合は、実際最小頂点被覆であるんだけども、このようにこの定義に基づいて確認するということは簡単ではないんです。だから簡単ではないので、なんか答案の書き方とかレポートの書き方という意味で言うと、その定義に基づいて確認するということはできないと思ってください。で、そういう書き方はできないし、実際にその多項式時間、アルゴリズムで、
実行できない。簡単に確認できないので、そういう形で確認するということは、まあ、できないと思っていただきたいですね。じゃあ、だからそうすると、じゃあ、この最小頂点イフであると確認するのは、どのように行う必要があるのかっていうと、まあ、多項式時間で行いたいわけですね、実際に。で、そこで重要になるのが、証拠という考え方です。ちょっとそれを、もう1ページ必要でしたね。で、それをやります。で、証拠という考え方。今の例で言うと、このグラフがありましたね。1、2、3、4。グラフがあって、で、C という1、3という集合があって、これは頂点被覆なんだけども、やりたいのは C が G の最小頂点被覆であることを確認したい。で、その時に、先ほどと同じようにアルゴリズムを作りたいんですけども、アルゴリズムに対して、もう一つ入力を付け加えます。入力を付け加えます。で、それが何なのかっていうと、それが証拠と呼ばれる入力です。で、今から行うことは何なのかっていうと、もう一度書くと、アイデアは何かというと、証拠と呼べる新たな入力を追加する。ってことをします。で、この証拠も一緒にしてアルゴリズムを考えるということをします。で、この場合、の証拠。っていうのは何かっていうと、マッチングになります。で、この場合は、1、2と3、4というマッチングを持ってきます。例えば、これ今 M としますね。1、2という辺と3、4という辺からなるマッチングを持ってきます。これ今マッチングなんですけども。マッチングを持ってきます。で、このマッチングも一緒にして、このアルゴリズムを作ります。で、まずその、じゃあ、アルゴリズム書いてみます。あ、待ってます。アルゴリズム。で、ステップ1は何をするかっていうと、C が G の頂点被覆であることをまず確認します。これ先ほどと同じですね。で、2番目では M が G のマッチングかどうか確認します。で、これ、まあ、どうやってやるか、ここでは言わないですけども、これは、マッチングの定義通りにやれば、多項式時間でできます。ので、それをやります。で、3番が重要で、これは何かというと、C と M の要素数を確認します。で、C と M の要素数が同じだったら、Yes をする。統合します。で、そうじゃない場合、そうじゃない場合に、これ実はノーと出力しちゃいけないんですけども、ノーと出力しちゃいけないんですけども、この時はわからないと出力します。で、こういうアルゴリズムを考えます。で、これは正しい出力をします。正しい出力をすると何かっていうと、このアルゴリズムが Yes を出力するときには、必ずこの考えている C っていうのは G の最小頂点被覆になります。正しいアルゴリズムです。で、しかも多項式時間で動きます。で、なんで正しいのかっていうのは、それは、オンデマンド動画の内容で、その、相対性というのを使うわけですね。
ここの部分で、その、相対性というか考え方を、使っているわけです。使っているわけです。いいですか？で、それによって、このアルゴリズムが正しいということが保証されます。ここまでいいですか？で、はい、ありがとうございます。この話はいくつかポイントがあって、何かっていうと、一つは、このマッチングっていうものを新たにこのアルゴリズムの入力として加えてるっていうところがポイントです。で、元々のその最小頂点被覆であることの定義においては、このマッチングっていうものが出てきていないわけです。出てきていないんだけども、この相対性っていうものがあるので、その C と同じ要素数のマッチングがあれば、その C が最小頂点被覆であるってことが分かるってことが、この相対性から言えるわけです。で、そのために、このマッチングっていうのを新たに用意してあげて、それを使って C が最小頂点被覆であるってことを証明してるわけです。で、そういう意味で、このマッチングっていうのは C が最小頂点被覆であるという証拠と言えるわけです。証拠と言えるわけです。で、そうすると、その定義に基づいて、この最小頂点被覆であることを証明しようと思ったら、多項式時間でできなかったんだけども、こういう証拠を持ってくることによって、多項式時間でできるような場合があります。今、場合があるとしか言ってないのはなぜかというと、このアルゴリズムが最終的にわからないを出力する可能性があるからです。で、わからないを出力する場合には、結局、この M というそのマッチングが、そのある、C が最小頂点被覆であるための証拠になってないことになります。まあ、別に言うとすると、この、要素数が同じようなマッチングを持ってくることができれば、それは証拠になるわけです。で、実際にこのアルゴリズムを動かしてあげることによって、確認ができるということになります。で、この確認法は今言ってと正しいので、何を言いたいかというと、2つ言いたいことがあって、答案とか、レポートで書くときには、 C というものが最小頂点被覆だと証明するためにはマッチングを持ってきてください。で、マッチングを持ってきて、要素数が等しければ、そこから最小頂点被覆だということが簡単に結論付けられます。ので、そういう形の、議論をしてくださいということになります。で、もう一個重要な点は何かというと、その C というものが最小頂点被覆であるときに、その C と要素数が同じようなマッチングを持ってこれない場合があります。ちょっとそれは例を挙げましょうかね。持ってこれない場合があります。で、例えばどういう場合かっていうと、簡単な例を挙げると、これ完全グラフですけども、これ完全グラフ、ちょっと1、2、3、4しますね。で、例えば、最小頂点被覆はいくつかあるんですけど、待ってくださいね。例えば、1、2、3という頂点部分集合は、このグラフの最小頂点被覆です。で、マッチングの方を考えると、例えば、1、2と3、4という変数部分集合は、G の最大マッチングです。で、これはですね、どう頑張っても、この要素数が同じになるようなマッチングと頂点被覆を取ってこれません。どう頑張っても。つまり何かというと、この1、2、3が G の最小頂点被覆であるということを証明するために、このグラフのマッチングを持ってきて、議論するということはできないということになるわけです。だから何を言いたいかというと、このアルゴリズム、が使える場合っていうのは、ある程度限られるわけですね。ある程度限られるんだけども、一方で、この M として C と要素数が同じマッチングが取れるんだったら、それを証拠として持ってくることによって、このアルゴリズムによって、
C が最小頂点比であることが確認できます。だからそのように考えてほしいわけです。そのマッチングがうまく持ってこれる場合にはこれ確認できます。で、それができない場合もあります。だけども、できる場合には、そのような形で最小頂点比であることが証明できるという形になるので、そういう場合にはそういうことをしてほしいということになるわけです。だからこのアルゴリズムは最初にわからないということを主張することもあるわけですけども、あるわけですけども、そうじゃない場合に、このアルゴリズムが正しく最小頂点比であるという性質を教えてくれるので、そういう場合に使えるということに限られるということにも注意してください。いいでしょうか？わかりますか？ちょっとなんか難しい話のような気もするんですけども。いいでしょうか？で、この話にもう一つ重要なポイントがあって、じゃあこのマッチングどこから降ってくるんだということになります。で、これはどこかから降ってきます。どこかから降ってきます。だからこれはその自分でのこの証拠っていうのを見つけてあげる必要があるわけです。で、これはそのアルゴリズム、このアルゴリズムの範疇には入ってないです。この M はこのアルゴリズムの外側で見つけるものです。で、その見つけた M に対して、この C と M でうまく、このアルゴリズムを使って判定というか確認ができます。ということを言ってるだけなので、この M を見つけるっていうところは、このアルゴリズムの外側なので、それは注意してください。よろしいでしょうか？これが今日の補足の全てになります。だからその、確認するっていうのは、すごくなんか主観的な言葉のように思うんですけども、まあその形式的には多項式時間アルゴリズムで確認してるんだというふうに頭の中では思っていてください。ということになります。はい。では今日の補足はこれで終わりになって、録画もここで終わりになります。以上です。